ヨナス・ホルガーは、ドイツ・バイエルン州ミュールドルフ出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権 125cc クラス、元3クラスに参戦。2014年から元2クラスに参戦。父と叔父が、現役のオートバイレーサーだったことから、ホルガーは幼い頃からレースに慣れ親しんだ。3歳の誕生日の後すぐ、初めてのオートバイとして父親から 50cc の、 モトクロッサーをプレゼントされた。その後フォルガーはエイタックの主催するミニバイクカップに参戦を開始し、2003年には 50cc のビギナークラスでチャンピオンを獲得、2004年と2005年には 65cc のジュニアクラスでチャンピオンとなった。2005年末にはモートジッピーの証券を持つドルナスポーツとモト GP ライダーのアルベルトプーチが運営する。 レッドブルモートジッピーアカデミーの選抜テストに参加し、中上隆明やスコットレディングと共に合格を果たした。2006年シーズン、ホルガーはモートジッピーアカデミーの一員として、スペインドードレース選手権 125cc クラスに参戦を開始した。開幕時点の年齢は12歳で、選手権参加資格を満たしていなかったが、開幕前のカタルーニャ選手権での活躍により、 特例で参戦が認められた。このシーズン、ホルガーは3度表彰台を獲得し、ポル・エスパルガロ、エステベ・ラバトに次ぐシリーズランキング3位に入った。レディングは9位、中上は12位に終わり、アカデミー勢の中ではトップの成績となった。2007年シーズンより、スペイン選手権では最低制限重量を引き上げた。それを満たすために、 フォルガーは 16kg の重りを積むことになった。これが不利に働き、選手権2年目のフォルガーは、シリーズランキング15位に沈んでしまった。一方、スポット参戦したドイツ国内選手権では、ザクセンリンクでの初レースで、いきなり優勝を上げる活躍を見せた。これは13歳と329日での優勝となり、83年間続く。 同選手権での史上最年少記録を樹立することとなった。2008年、編集アカデミー3年目の2008年シーズン、ホルガーは世界デビューに備え、グランプリサーキットで開催されている各国の国内、選手権レースにスポット参戦を繰り返した。そしてホルガーが15歳の誕生日を迎えた4日後の8月17日、モートジッピーアカデミーチームから、 KTM を買って、ロードレース世界選手権、第12戦チェコ GP125cc クラスのレースにデビューを果たした。初戦は、クラッチの焼き付きで、リタイアに終わったものの、次戦3マリの GP では15位で完走し、初ポイントを獲得した。その後最終戦まで、さらに4戦に参戦したものの、ポイント圏内での完走はなかった。2009年、 編集翌2009年シーズン、ホルガーはワールドワイドレースチームが運営母体となる、オンガッタチーム YSPA から、アンドレア・ヤンローネ、ロレンツォ・ザネティ、中上隆明をチームメイトに、アプリリアのカスタマー仕様のマシーンを借り振る参戦を開始することになった。開幕戦カタール GP では6位、第2戦日本グランプリでは8位と、順調な滑り出しを見せた。 第三戦スペイン GP では予選でのマシントラブルで最後尾35番グリッドからのスタートになったがそこから怒涛の追い上げを見せて3位にまで浮上した残り2周時点の最終コーナーで2番手のポルエスパルガロノインを刺そうとしたが接触点灯リタイアに終わり33台抜きの新記録は樹立できなかったものの周囲に強烈な印象を残した そして第4戦フランス GP、ウェットコンディションとなって18人がリタイアする荒れたレースに生き残り、史上4番目の若さ、ドイツ人としては史上最年少で2位表彰台に立った。結局このシーズンの表彰台獲得はこの一度に止まったが、シリーズランキング12位を記録してルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。2010年、編集2010年も音ったチームに残留。 チームは、ライダー5人の王女隊となり、アレックス・マスボー、ルカ・マル・コーニ、ストゥー・ラ・ファーガー・ハーグ、ズルファミ・カイル・ディンをチームメイトに迎えた。フォルガーには、チームの中で唯一ファクトリーマシンの、アプリリア・ RSA-125 が与えられた。しかしこの年表彰台に立つことは叶わず、第14戦日本 GP でのクラッシュにより、左手首を骨折、続く2戦を欠場するなどの苦戦が続き、 年間ランキングは14位に終わった。2011年、編集2011年シーズンは、アジョモータースポーツが新たに立ち上げた、ジュニアチームに移籍、昨年同様 r s a 1 2 5を受ることとなった。レインコンディションとなった第2戦スペイン GP では、転倒者が続出する、厳しい展開の中で、終盤猛烈な追い上げを見せに2009年の、フランス GP 以来となる2位を獲得。 一昨年の雪辱を果たした。そして第六戦イギリス GP、スペイン同様、レインコンディションのレースになると、序盤からトップの座をハイペースで維持し、レースの主導権を握る。中盤になると、ヨハン・ザルコが追いつき、二台での争いとなるが、終盤に再びトップに立つと、そのまま逃げ切り、自身初優勝を遂げた。ありがとうございます。